令和2年11月3日大阪エキスポフラッシュフィードにて 2020X リーグディビジョン2ウエスト西宮ブルージンズ対トライアクシスジェスターズの一戦が行われます。試合開始17時キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。今シーズンの X リーグディビジョン2ディビジョン3は高昇格のないシーズンとなります。したがって周期戦はすべて交流戦として行われます。なおこの撮影はチームの要請により協会の許可を得て行っているスカウティングビデオになります。手前側ホワイトのユニフォームが西宮ブルーインズ、北側カラーグリーンのユニフォームがトライアクシス J スターズです。グリーンのユニフォームがトライアクシス J スターズ、白のユニフォームが西宮ブルーインズです。トライアクシス J スターズキックオフ、西宮ブルーインズリターンで試合が始まります。トライアクシス J スターズのキックオフ、白のユニフォーム西宮ブルーインズのレシーブです。なお本日のこのゲームは1クォーター12分の正式で行われます。プレーナンバー1の1、ジェイスターズキックオフ。キッカー2番。失礼しました。見失いました。このキックオフ、西宮25ヤード付近でボールデッドです。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。攻撃1回をダウンと称し、回数に応じファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンと称します。攻撃権は4回で10ヤードを進み、攻撃権を継続するか、相手陣地奥深くにある得点ゾーン、エンドゾーンを目指します。プレーナンバー1の2、西宮ファーストダウン10、ボールオン自陣22ヤード。パス成功。右流れながら85番にパスを通し、約8ヤードゲイン。プレーナンバー1の3、西宮自陣30ヤードからセカンドダウン2、2回目の攻撃、残り攻撃権更新、残り距離2ヤードを意味します。パス成功。クォーターバック8番、ワイドレシーバー1番にパス、1番これを密集点でキャッチし、ファーストダウン。木下選手へのパスが成功。ファーストダウン、5ヤードのゲイン。西宮ブルーインズ自陣30ヤードよりファーストダウン。プレーナンバー1の4、西宮自陣30ヤードからファーストダウン10。
西宮グリーンズランニングバック22番中央エダランプレーキャリア22番、ゲインは5ヤード、ブルーインセカンドアンファースターまで残り5ヤード、プレーナンバー1の5西宮自陣35ヤードからセカンドダウン5、クォーターバック0番でした。クォーターバック0番、ワイドレシーバー1番にパスを通しましたが、このパスは通らず、サードに変わります。パスを失敗すると元の地点に戻り、次の攻撃となります。クォーターバックは8番ではなく0番でした。失礼しました。プレーナンバー1の6西宮自陣35ヤードからサードダウン5、ワイドレシーバー85番にパスを通し、ファースター攻撃権更新、佐々木虎之介のパスが成功、18ヤードのゲイン。自陣44ヤードにファースター、レーナンバー1の7西宮自陣44ヤードからファーストダウン10、中央へのランプレー、キャリア2番、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。フィールド上に黄色いウエストが落ちますと、反則が発生したことを意味します。審判団よりファールマーカーが表示されます。ただいまの反則は、トライアクス、ジェイスターズ側にスタート時の反則が発生した模様。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。5ヤードのバッタイです。したがってオフェンスは5ヤード進んでファーストダウンやり直しです。お聞きいただきましたように、ただいまの反則はトライアクスジェイスターズ側にオフサイドの反則、ボールがスナップされた時点で守備側の選手がニュートラル上、プレーナンバー1の8西宮自陣47ヤード49ヤードからファーストダウン5、西宮ブルーンズファーストダウン、1回目の攻撃、残り距離5ヤードを意味します。クォーターバック0番、プレイアクションからのパスを投じようとしましたが、プレッシャーからスクラム、しかしゲインしておりセカンダーに変わります。約2ヤードのゲイン、西宮ブルーインズサードダウン、ファースダウンまで残り3ヤード、プレーナンバー1の9西宮相手陣49ヤードからセカンドダウン3、西宮ファースダウン、ランニングバック4番ハンドオフから左オフタックルを駆け上がりファーストダウン獲得です。西宮ブルーインズランニングバック4番スクエア選手、中央をつきましてファーストダウン9ヤードゲイン、プレーナンバー1の10西宮相手陣40ヤードからファーストダウン点、タッチダウンまで残り40ヤードの獲得が必要です。パス不成功、クォーターバック0番、ワイドレシーバー1番のロングパス、しかしこれはオーバースロー、セカンダーに変わります。
パス失敗ですので元の地点に戻ります。プレーナンバー1の11、西宮相手陣40ヤードからセカンドダウン10。クォーターバック0番 QB ドロー、パスに見せかけて中央へのランプレー、8ヤードゲー。前田選手、右からボロキー、中央のキー、8ヤードゲー。西宮ブルーインズプレーナンバー1の12、西宮相手陣32ヤードからサーダウン2。3回目の攻撃、残り獲得距離2ヤード必要です。西宮ファーストダウン、ランニーバック22番ハンドオフから血を取った。相手タックルを吹き飛ばし、ファーストダウン獲得です。ブルーンズランニーバック22番岡本選手の主導権でファーストダウン、ついに29ヤード付近でファーストダウン。プレーナンバー1の13、西宮相手陣29ヤードからファーストダウン点。ランニングバック2番トスを受け左オープンへのランプレー、ラインは約3ヤード。ここでウォーターブレイクです。アメリカンフットボールは審判の判断で暑さ対策としてクォーターの半分でタイムアウトを取ることがあります。今シーズンは選手にフェイスガードをつけ、フェイスシールドをつけておりますので、そのための対策でもあります。プレーナンバー1の14、西宮相手陣27ヤードからセカンドダウン。西宮ブルーイン、セカンドダウン、ファーストダウンで残り8ヤード。エンドゾーンへのパス、ターゲット1番、しかしこれはキャッチできず、パス失敗です。サードダウンに変わります。ブルーインズタッチダウンを狙えるゲームゾーンにボールを投げましたが、これをクライアックスベイスターズ25番フルゴー選手がボールをカット。プレーナンバー1の15、西宮相手陣27ヤードからサードダウン8。3回目の攻撃、攻撃転向しには3ヤード必要、失礼、8ヤード必要です。クォーターバック0番ハンドオフからフェイクして自らキープしましたが、ファーストダウン獲得には至っておりません。フォースダウンと変わります。トライアクスベイスターズ32番ベースバック藤田選手です。
プレーナンバー1の16西宮、失礼いたしました。ラストダウン、相手陣25ヤードからフォースダウン6、プレーを選択します。ギャンブル、ファーストダウンを狙う模様です。6ヤード獲得しないと攻守交代です。パス成功、パス成功、パス、クォーターバック01、ワイドレシーバー88番にパスを通し、パスダウン獲得です。ジャンブル成功、20ヤードブルーンズパスが成功、ホースダウン、ジャンブルが成功し、パスダウン、ワイドレシーバー88番山田選手がボールをキャッチしています。プレーナンバー1の17、西宮、相手陣18ヤードからファーストダウン点。タッチダウン、ナミオ君はハンドフォークで血を取った。そこから左にカットアクシー、左サイドライン上を駆け上がり、エンドランドに飛び込み、タッチダウン、ボールを持ち込み、タッチダウン、6点を先制、西宮6点獲得。西宮ブルーンズ、このポイント、タッチダウンの後のボーナスポイントで、プレーナンバー1の18、西宮トライ4ポイント、タッチダウンの後のワンプレーです。キックですと1点、エンドゾーンに持ち込むと2点獲得します。キックの1点を狙います。キッカー1番、さあどうだ、キック成功、1点追加、西宮ブルーイン17点、トライカクシスジェスターズ0点。西宮ブルーインズ第1クォーター7点を先制、ただいま得点を挙げました西宮ブルーインズのキックオフ。プレーナンバー1の19、西宮キックオフ、先ほど得点を挙げた西宮のキックオフで試合が再開します。キッカー1番、トライアクシズリターン、リターナー長は西宮ブルーンズ、トライアクシズジェイスターズ陣3ヤード付近でボールゼロ、リターナー7番、堀選手がここからジェイスターズの攻撃と変わります。トライアクシズジェイスターズ自陣28ヤードよりパスダウン、プレーナンバー1の20、ジェイスターズファーストダウン点、ボールオン自陣28ヤード。中央へのランプレー、キャリア31番、ゲインは2ヤード。ジェイスターズ、ラインバック31番、村山選手の中央プレーの西宮ブルーインズ54番、プレーナンバー1の21、ジェイスターズ、自陣30ヤードからセカンダウン8。アメリカンフットボールでは、前にボールを進めることをゲイン、後ろにボールが下がることをレフトと呼んでおります。クライアックス、ジェイスターズ、セカンドダウン、ファーストダウンまで残り8ヤード。西宮ナイスディフェンス、スロットバック7番、モーションから右奥へのジェットモーションスイープを組みましたが、これは読まれ大きくロス。西宮ブルーインズディフェンスタスク、7番バイスキャプテン古田選手が確保、長いプレー7ヤードのゴール。プレーナンバー1の22、ジェイスターズ自陣22ヤードからサーダウン16、攻撃権更新には16ヤードの獲得が必要となります。
インターセプト。どちらが取った。ここでジェイスターズロングパスを通しましたが、このパスを取ったのは西宮。インターセプトを攻守交代です。ターンオーバー。西宮ブルーイン21番、ベースバック福田選手がインターセプト攻守交代。アメリカンフットボールでは前に投じられたパスはフリーボールとなり、攻撃側、守備側、同点取る権利があります。このボールを取った西宮ブルーインズ側に攻撃権が移り、西宮ブルーインズ自陣39ヤードプレーナンバー1-23、西宮自陣39ヤードからファーストダウンで、不成功。クォーターバック0番、こちらもロングパス、ターゲット88番、しかしこれがカバーされ、パス不成功。山田選手へタッチダウンを狙えるロングパスが投じられましたが、パスインコンプリート。プレーナンバー1-24、西宮自陣39ヤードからセカンドダウン点。なにわ君22番ハンドオフを受け、左奥タックルを突き、約2ヤードのゲーム。22番、岡本選手指導をつきましたが、トライアクシスジェイスターズ44番ラインバッカー林選手がタックル。プレーナンバー1-25、西宮サーダウン8、ボールオン自陣41ヤード。西宮ブルーインサーダウン。バック0番、ワイドレシーバー1番のフリッチパス、1番のキャッチアンドラゴンを狙いましたが、ファーストダウン獲得には至っておりません。フォースダウンとなります。5ヤードのゲイン。西宮ブルーイン、ワーストダウン。プレーナンバー1-26、西宮フォースダウン3、パントフォーメーションを選択します。キックによる攻撃放棄、陣地挽回を図ります。パンター1番。このバントはコントロールよく、ジェイスターズの自陣6ヤード付近でアウトバーン。ここからの攻守交代となります。ファンボールがサイドラインを超えた時点で攻守を入れ替わり、トライアクシスジェイスターズのファーストアウトになります。ただいまのキックはトライアクシスジェイスターズゴール前6ヤード付近でサイドラインを超えましたので、この時点でトライアクシスジェイスターズの攻撃へと変わります。プレーナンバー1-27、ジェイスターズ自陣6ヤードからファーストダウン点。中央へのランプレー、キャリア31番、ゲインは1ヤード。プレーナンバー1-28、ジェイスターズ自陣7ヤードからセカンドダウン9。パス成功。クォーターバック8番、ワイドレシーバー7番にパスを通し、クォーターバック6番です。ワイドレシーバー7番にパスを通し、約4ヤードのゲイン。ここで第1クォーター終了です。サードダウン、ファーストダウンまで残り5ヤード。
第1クォーター終わりまして、西宮ブルーインズ7点、トライアクシスジェスターズ0点、攻守を入れ替え第2クォーターに移ります。ここで第1クォーターが終了。